はようございます。釣り子 TV です。このでっかい段ボール、これがねすごいメーカーから送られてきましたよ。っていうのもね、エバーグリーンインターナショナルって書いてあるんですよね。いやーもうね、小さい頃からの憧れのメーカーですよね。私たちがエバーグリーンですね、CM よく見て育った世代ですが、まさかまさかのね、そのエバーグリーン様から、何やら大きな段ボールが届いたっていうことで、これはねちょっとカメラを回してみたいなということで開封していきたいと思います。はい、じゃあね、取り出したるは和包丁ね。何が入ってるんだろうな。先日ね、釣りフェスティバル2020の会場で、いつもね、フィッシングショーの頃から、あと釣りフェスティバルでもね、エバーグリーンブースに行ったらですね、もの紹介していただいたり、大変お世話になっている方がいるんですけども、それで、まあ、もしよかったら、使ってみますみたいな感じで言ってくださって、それで、いくつか見繕って送ってみますよ、なんていうね、そういった、流れがあったんですね。じゃあ、早速開けていきたいと思います。うお!いやっほー!あ、これ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 ですよ、これ。さあ、すごい丁寧に梱包してもらってるんですけど、おお、来たー。ねえ、ビートルーのこう濡れ物とかを入れるのに便利なね、バッグですよね。いやー、やったー。これはね、ちょっとね、動画でもちょっと紹介したりして、でどんな感じかなんてね、実際、いや本当便利そうだから買おうなんて思ってたんですけど、あ、よかったら1個ちょっと試してみますなんていう感じでね、はい、出てきました。これね、正式な名前がビートルー、イブ A カーゴトートバッグのグレーっていうことで、ね、このビートルーのデザインが、ね、印象的な。あ、そして裏側、ダーン、エバーグリーンインターナショナルってね、私たちがエバーグリーンですの、あのエバーグリーンですよね。これが書いてあって、まあでもほっと目を引くのはこっちのね、ビートルーのマークと、あとメインキャラクターのトゥルービーがね、こう印字されたこういったバッグなんですけども、まあ簡単な特徴としては、丁寧に圧着されたバッグなので水が漏れないっていうことで、で、この持ち手とかね、ああ、結構ね、ちゃんと作り込まれてますけども、こんな感じの中身。ね、これによって、その、まあ、例えば釣り場で濡れちゃったカッパとかね、これを車に、まあ、ぶち込むわけですけども、そういった時に、ね、結構、やっぱシートというか、まあ、その車の中がびしゃびしゃになってしまう。ね、例えばウェーダーをしまったりとか、そんな時にこのね、水が漏れないこういったバッグであれば、こう濡れ物とかも気にせず、例えば家にね運んだりとか、そういう風にできるよっていうことで、これね、ほんとね、こういったバッグ実は持っていなかったんで、もうじゃあ1個使ってみますっていうことで、これありがたくね、使わせていただきます。まあ多分ね、車でね、常時積んでいろいろなものを入れることになると思うんですけども、またそんな時にね、動画でちょいちょい映るかと思いますので、何かなって言ったらこの EVA の、カーゴトートバッグでね、覚えておいていただければと思います。これは本当ありがとうございます。そしてまだまだ入ってるんですね。おーっと、これ、ああ、汚れたまま濡れたままシートに座れるタフネスシートカバーということで、これまたね、雨の日の調光に非常に便利なグッズになってくるんですけども、カッパとかを着たまま、例えばね、次のポイントに移動する時とか、シートのね、こう濡れちゃうなんていうのね、すごい気になりますよね。そんな時にあると便利だなっていうのがこれ。いや、こういうのもね、実は持っていなかったんで、ちょっとね、早速開けていきたいと思いますけども。あ、こんなコンパクトにね、収まるんですね。あー、で、使うときは広げてねっていうことでいいと思うんですけど、
ちょっと今説明とか見ないで開いていきたいと思いますが、あーかっけーなこれ。ビートゥルね、エバーグリーンって書いてありますけども、これでくるくるパーってこう開いて、あーいい感じ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 で、すごいねこの素材が丈夫な感じですよね。うん、結構ね見ても分かるかもしれないんですけども、丈夫そうな少し硬めのね素材でできていて、でこの柄ねかっこいいでしょ。でこれをですね、まあ例えばこれを車のシートだと見立てて、こうヘッドレストにこうガポってかぶせて、でごめんちょっと重工の君ちょっとね、こういう感じで使うんですけど、特徴なのはここが少し長いね、ここが長いから、ここの長いところをあのシートの折り目のところにこうギューッと入れて、そんでもってヘッドレストにつけて、でこうね、ちょっと車の椅子とは違いますけども、大体こんな感じで使ってね、ここをギュッギュッギュッって入れられるよ。これによってまあカッパとかを着ていたとしても、あーこうね濡れないで、シートがびしょびしょにならないで、それでこう次の釣り場に移動できるっていうね、こういう便利なやつなんですね。はい、そんなことになってます。いやビートゥルーのね、いきなりこういったのがどんどんね手に入っちゃって、これどうしようかなって、まあまあまずは使うんですけども、ちょっと焦りますね。そんなエバーグリーンのねジャックハンマーとかねいっぱい投げてはいたけども、そんなにエバーグリーンの竿とかでね、メインのねあんまり釣りしてる動画なんかも少ないので、ただ実は手持ちのエバーグリーンの竿って結構あって、ちょっとねこれは忖度して、まあエバーグリーンの竿で釣ったぞみたいな動画作っていかないと、ね、いけないなぁなんて思いますけども、はい、そしてこれ、あーこれこれありがたいなぁ、サコッシュですね。サコッシュこれはねちょっと近日中に旅行に行く予定があるので、俺黄色のものってあんまり持ってなかったですけども、せっかくなんでちょっと使い勝手も含めてね使って、いきたいと思いますけども、あーいいですね、ビートルーのね、マークが入っていて、でこれは実際に釣りフェスティバルの現場でも説明受けたんですけども、結構ねこう中身がこれ防水の仕様になっているので、ちょっとした雨なんかもまあ一時的にはね防いだりとか、あとはここにね2箇所のこういったちょっとしたね、まあ、ボールペン入れたりメモ帳入れたりっていうスペースがあって、まあこれ使う人はメモ帳とかは入れないか、ただねちょっとした釣りの時に使えるし、あとはこのねシンプルなデザインによってその普段の街なんかでも使えるよなんていうことで、エバーグリーンのスタッフの方もね実際にこのサコッシュをね、首からかけて、そのエバーグリーンで説明している姿が印象的だったんですが、まあちょっと似合わないかもしれないんですけど、おじさんがサコッシュをつけるとね、こんな感じ。ちょっとね今後行く旅行でこれは早速お大事袋として使わせていただきます。そして最後、じゃじゃーん、こんなにいっぺんにねいろいろあるともうやばいな。まあエバーグリーンもちろん好きですけどね、より好きになっちゃうじゃないかって、これちょっとルアーとかいっぱい動画で使います。今年2020、そうですね、まあ節操なくいろんな動画を紹介するチャンネルでございますが、そんなにいろいろしてもらっちゃったら、まあ、エバーグリーンのなんかルアー使ってでっかい魚釣ってでね、関東の釣り場でそれを、PR していく、なんかいい動画作れるように頑張ります。でルアーは自腹で買います。すいません、ありがとうございます。これ、あこのバッグいいな、これ
もちろんね、これもまたそのまんま街にね遊びに行くときに、持っていけちゃいそうなデザインなんですけども、そこはエバーグリーン釣りのメーカーっていうことで結構、あ、そうそうそう、これもね現場で聞いてた、中がね非常にね細かく、今度はあのさっきのサコシはシンプルでしたけども、この中がですね非常にこの開けた時に折ってね上がるような色合いが使われていて、そして、便利なねこう中のちょっとしたお大事なものを入れる、秘密のなんだろう、こうチャックで閉まるところであるとかね、少しねこう物をね個別に入れられるスペースがあったりとかで、広げるとまあ車から例えばおかっぱりでこれとこれとこれとこれって感じで入れて移動するにはほんとね、ベストな容量じゃないかなっていうような、こんなショルダーバッグですね、これがね、最後に入ってましたっていうことで、なんだろう、もうねちょっとやべえっす、あーどうしようね、ちょっとこの後何かとんでもないことが起こるんじゃないかな、やばいなっていう感じですけど、ちょっと汗かいてきちゃいましたけども、まあね、動画とかを通じてですね、ああいった展示会とかでまた最新の情報は、まあこういうのあるにしてもないにしてもね、もちろん、アップしていくんですけども、今回エバーグリーンブースでね、竿の撮影させていただいたりとか、あとはこのビートルーのね、撮影させていただいたりとか、そういった流れの中でもしよかったらね、送ってみますんで使ってみませんかなんていうことで、ご好意でこちらこのまあ本当具体的にね使えるものをいっぱい送ってもらいましたので、また動画の、しかるべきところでね、どんどんこういうとこは便利だよなんていうふうにね紹介していければなと思いますが、今回はね本当にありがとうございますということで、まあどうしよう、これも首からかけときますけど、まあこんな感じでね、ビートルーからは本当ねそんなツリツリしてないんですよね、普段のちょっとまあキャンプであるとか、あとはまあもちろんね街にお買い物に行くときに使えそうなこういったデザインのものが数多くね、また新作もラインナップしていますので、2020年ね、エバーグリーン好き、そうじゃない人もね、ビートルーのあのバッグ便利そうだから使ってみようかなとか、まあこれですよね、まあ雨の日の、調光動画ではね、あ、こんな感じで使えますよなんてところもね、紹介していければなと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。というわけで、本日の釣り子 TV はこちらね、エバーグリーンから、ビートルーのいろいろな便利グッズが送られてきたぞって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。